YouTube を聞いてくれているあなた、こんにちは今日は、明日あさって配信の公開カウンセリングのお知らせをさせてくださいねきっと、YouTube を聞いてくれているあなたにとっても興味のある内容だと思いますキーワードは、優しさです去年一年間は、ドコアさんの観察をしてきました 今も観察研究は継続しています。一つは毒親さんの被害から自分を守るためもう一つは冷たさを知るためです波長の法則からすると毒親育ちさんや毒夫の妻さんの周囲には優しい人がとても少ない可能性が高いです毒親さんが私のすべての基準だったので 冷たい人のことを優しい人だと思ってしまっていたことが何度もあります1年以上特工屋さんの勉強をしてきて冷たさの知識は増えました先日先生から教わった冷たさの勉強をすることでの重大な副作用が冷たさが増す可能性があるということでした優しくなるために冷たさを学んだのに 悲しすすぎますよ、ね、YouTube を聞いてくれているあなたは「優しい人が好きですか?」答えを聞く必要もないと思いますがほとんど全ての人は優しい人が好きだと思います私も誰よりも優しくて強い人間になるという願いを叶えるために勉強しています明日あさってと配信する公開カウンセリングは 優しさの勉強、実践編です。斎藤ひとりさんのお弟子さんのみっちゃん先生という方の「斎藤ひとり人生がダイヤモンドに変わります」という牧野出版さんから出ている本を使って私の先生から優しくなるための実践の方法をもう少しずつゆっくりとより詳しくより具体的に 教えてもらいます YouTube を聞いてくれているあなたももっともっと優しくなりたいなと思っているんじゃないかなと思いますもし自分は冷たい人間だなと思っているあなたそれはどこ屋さんやドコ夫さんから自分は冷たい人間だと思い込まされている可能性が高いです私と一緒に自分にそして大切な人に もっともっと優しくなるための勉強をしませんか明日明後日の朝8時から配信するのでよかったらそちらも聞いてもらえたら嬉しいですあなたのとても大切な15分間という時間を私の YouTube で愛のある優しい時間に変えることができたら私も嬉しいですあなたのご視聴チャンネル登録が。 私の勇気になっています。ありがとうございます。